メイクをするときはイプサ。お、すごい。すごいよ。今日さっき、ついさっき、前髪を切りました。1センチくらい。なんかね、シーンさんのね、シーンさんでウィンドウショッピングしてて、それで、可愛い前髪クリップとかをたくさん見つけて全部欲しくなってるの。どうしたらいいと思う？全部、あとスマホケース、全部買ったらいいと思うかな。あ、前髪切りました。どうも前髪切りました。本当にわけわかんないね。前髪クリップいっぱいあった。外出してたの？してないよ。でもね、ほんと衝撃の安さなわけよ。ほんとに衝撃の、ありえないくらい安いの。やばい、くしゃみが出そうだよ。ケース買った。あのね、そのね、可愛いケースを買うまでのそのつなぎとして100均で買ったの。しかもこれ14のケース、15のケースまだなかった。100均に前髪クリップ。私ね、そんなにね、今までメイクしてないし、前髪クリップが必要だと思ってなかった人間だから、このラーメンと餃子とコアラのマーチと猫、5個くらいしか持ってないよ。ラーメン以上にわけわからんクリップめっちゃあったよ。めっちゃ可愛かった。だからそれを購入しようかなって考えている次第です。ポキちゃんハローハロー。ネット、シーンさんネットだね。オンラインショップだわ。皆さんにおねだりじゃなくて、今回に関しては自分で買いたいと思います。スマホケースと、スマホケースと前髪クリップ。皮がむけてる。鼻みんなもうさ、今年パジャマ長袖着た？今年っていうか、この9月10月で。私は未だに腹出して寝てるんだけどさ、今日やっと、ほら見て、長袖を着ました。一周回ってアイフェイスに戻ってきた。いいよね。一回も使ったことないけど、ほぼ食べ物。そうなの。でも可愛かったの。ガチャガチャでコアラのマーチンのさ、前髪クリップ見つけて、これは絶対に買わなきゃかもと思って、
やっちゃった。見てください。あ、いや、またやっちゃったよ。やっとこそレフィルを交換して新品状態になりました。今まで粉々のやつを使ってたんです。お部屋というかロフトベッドの下のところだけを公開するところだった。前髪リップクリップを使うとやっぱり楽。うん、前髪がすごいことになるけどメイクはしやすい。15日の公演出ますか？出ます。14、15と出ますね。昨日はすみませんでした、反省しました。何の話？こんにちは。お仕事終わりで見てます。お疲れ様です。あ、見て第2弾もらいました。2代目うちは兎に続き2代目の こんな感じで。パジャマなのに踊るパ、これパジャマじゃない、これはパジャマじゃない、これは違う、これは普通の私服。あとはね、今日は紹介しなきゃいけないものがたくさんある。メイクして時間が余ったら そうあのね、パジャマはまだ未だにお腹出して寝てるだけど、今日その外に着ていく服は長袖になったよっていう話なのよ。
え、時間あるかな、ちょっと高速でやろう。時間ないとセッティングできないな、これは。配信は18時までです。だからやばいって。インスタグラム、そうやってるのよ。3期生のツイッターのアカウントもあるんですけど、インスタグラムも私はやってるので、ぜひフォローお願いします。良い、良いよ、良いよ。そう、私さ、めちゃめちゃさ、メイク早い人だからさ、ゆっくり丁寧にやってくださいって言われたらできるんですよ、別に。はい、いいです。アイライン OK。 また変な顔見せてたみんなに。歌う時間はない。あ、歌う時間はね、あの後で。今日これでおしまいじゃないのでね。この時間は歌わない。すごっ、ワン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 。ワン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 。目が乾く、これ。
今日は家の野菜室に残ってるものをなんか全部入れたようなカレーを作った。ナスとしなしなの人参と玉ねぎと、ミニトマトを5粒。中辛だよ。正解。なんかミニトマトを5粒そのまんま入れたんじゃなくて、すべてあのみじん切りにして、キーマカレーにしたので、ミニトマトはそんなに感じてないんですけど、ほらまた変な髪になっちゃう。そう、もうこの人参使わないでしょっていうくらいのしなしなの人参を。じゃがいもあん入れなかったな。キーマカレーじゃがいも入れなかった。スススススススオッケー、いいよ。それでは皮ができたので、ちょっと話したかったことを言うね。あのね、花江からね、誕生日プレゼントをもらったのよ。一つが これがフレグランスディフューザー、お部屋がいい匂いになるやつですね。おろしたての石鹸のような香りって書いてあるんですけど、これをもう家ってかお部屋にもう置いておきたくて、帰ってきておろしたての石鹸のような香りを嗅ぎたいから。そしてこちらラベンダーのアイマスク、ホットアイマスクですね。これ寝るときに使いたいと思います。じゃあこれを開封して、私は花江からもらったディフューザーを部屋に置きたいと思います。ありがとう花江、嬉しい。あ、ゆうなちゃんに渡したいものがあるんだったって言ってました。似てるわ。え、もうこの時点でいい匂いがする。え、素敵。
待って、お気に入り。ゆうさん匂い大好き。匂いっていうか、あのな、香水とかさ、こういうディフューザーとか素敵な匂い大好きなので嬉しすぎる。ボトルのキャップを外し、付属のリードスティックをフレグランスボトルの中に差し込んでください。リードスティックの本数で香りの強さを調節、持続期間は約2ヶ月。 OK。 香りか、でも匂いなんだもん。ゲノム、うわー、おしゃれなやつ。うわー、これよく見るやつじゃない？ゆう知ってるぞ、このリフューザー見て。じゃあ作りたいと思うよ。これさ、蓋ってどこの話してる？これか、あ、これか、来た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 。うわ、いいいいいいよいいよ、おしゃれだよ。でも部屋がちょっと汚いから、ちょっと後で片付けよう。これさ、何本、匂いを強調したいときはあの本数でさ調節するらしいんだけどさ、全部刺していいかな。全部すっごい強くなることはないよね、ディフュージャーさんも。よし、ではこれを全部刺したいと思います。うわー、おしゃれー。ちょっと前髪を整えて、鼻やってエゴサするかな。よし、これを鼻に送りたいと思います。ぜひ皆様もあのこれを鼻のハッシュタグ北鼻で拡散してください。見てくれるかな。あ、花にしよう。花、え、これは何の匂いだっけ。ミスティシャシャボンって書いてあるけど、おろしたての石鹸のような香りって書いてある。マジいい匂い。うん、いい、いい匂い、ありがとう。ゆうの部屋まだ何も置いてないんだ、そういう匂い系。たまに匂い系欲しくて香水をベッドの上に振りかける時はあるけど、なので木本の部屋の匂いはこの匂いになりました。嬉しい。ポギちゃん今でも香水集めてる。なんか一番最新はコスメデコルテの香水を買ったんですけど、あのね、なんだっけ、ジルスチュアートの香水もいいなって思ったし、香水好きなんですよね。うん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 、いい。
皆様のお家に何か、うちは玄関にお気に入りのメーカーの、あのディフューザーみたいなのを置いてるんですけど、皆さんはなんか匂い系やってる？洗濯する時の柔軟剤もお気に入り。あるある。もう結構私柔軟剤の匂いが強くて、昔から私が教室にいるかいないかはその柔軟剤の香りが広がっ、あの充満してるかどうかで友達が判断してたぐらいの、ほんと柔軟剤女なので。匂い系は、みんな置いてんだ。香水だけ今数えたら64個。うわいいな。どんなお部屋なの？64個も香水があるお部屋。いいないいないいな。そんな、え、結構私あのそういうお部屋好きっていうか目指してる。なんか香水の棚があるみたいな。おー、皆さんそれぞれ。もっちゃんとかつぐみさんとかが私の柔軟剤の匂い、レッスン着の柔軟剤の匂いをすごくあのいい匂いって言って近づいてきてくださってたので、思い出。初見です、ありがとうございます。 NGT48 の木本優奈です。ちょっと私はね髪の毛をセットしなきゃいけないので55分ぐらいに終わりたいと思います。そして夜もやります。新しい iPhone 配信、これ新しい iPhone じゃないの、持ってるから。こんにちは。リノは柔軟剤の香り苦手。そうだからなんかリノが公園に出るときは私香水つけないとか気をつけてたんだけど、リノなんかねだんだん香水の匂いを克服してるらしくて、リリノがね。この間なんて私の香水3機みんなでつけた時ある、リバイバルとかそういう時もある。リリノもユーナのツヤの香りとかつけて公園出てるよ。そして昨日獲得したチョコ、昨日のクレーンゲームのチョコまだ食べてない。どこにつけるの香水、やっぱ手首、首でこうやって上にシャッてやってファッて通るときもあるし、襟がおかしくなってなってないわ。ママがミニトマトとナス使ったの怒ってる。怒ってはないけど
って言われて、あ、ごめんなさい、でも私ミニトマトは5個しか使ってないし、ナスは2本しか使ってないから許して。ナスなんて10本あったんだよ。10本あったうちの2本しか使ってないから許してください。後ろがおかしくなってる。いや、はい、オッケー。デパートの1階の化粧品売り場、むせる？え、私大好き、あそこの匂い、ふぅ、お上品なセレブの香りと思って通ってる。ゲームセンター行かないよ今から。首のところ、なんだよ、どこよ、ここね、オッケーオッケー、あ、これだ、わかった、オッケーオッケーオッケー。こんにちは。前髪を切ってノーセットでも目にかからないぐらいになって快適でございます。伊勢丹に行くときいつも緊張する。え、なんで？ユウなんてジャージで行くよ。リップ買いに行こうってジャージで。ネックレス持ってないの？え、持ってるよ。でもまだアクセサリーはつけないな。なんでわざわざ、なんでなんでなんで、ジャージだろうが、ジャージだろうが、買わないすごい綺麗なお客さんよりジャージでも買ってくれるお客さんの方がいいでしょ。普通にレッスン終わりとかに寄って帰ったりする、ジャージのまま。ありがとう55分。いいじゃん。だってわざわざ伊勢丹行きたいからってさ、着替えないでしょ。それでは感謝の気持ちを込めて、あ、やばい、終わっちゃうんだけどね、これから夜にもまた配信するので、そちらまた来ていただければなと思います。13位いろさん、ありがとうございます。12位よこりんさん、ありがとうございます。11位ゆきまるさん、ありがとうございます。10位かずじさん、ありがとうございます。9位ぼうちゃん、ありがとうございます。8位さはらさん、ありがとうございます。7位ひでキャンさん、ありがとうございます。6位としさん、ありがとうございます。5位タイミング悪い 70% のあべべさん、ありがとうございます。4位懐中電灯マニアさん、ありがとうございます。3位ビールバラさん、ありがとうございます。2位まこいもさん、ありがとうございます。1位ゆうきさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それじゃまた後で、ごきげんよう、バイバーイ。